はい、キズはお砂糖とミルク一つずつだったわよね。ああ、ありがとう。って言っても久しぶりすぎてよくわからないや。うん、やっぱりコーヒーはうまいね。相変わらずイデアはジャリッジャリになるまで砂糖を入れるのかい？そんなことしないわよ。特にクッキーと一緒に飲むときはね。なるほど。少しは大人になったかと思ったけど、そうでもないんだね。あれ、ユウはコーヒー飲まないの？ユウお坊ちゃまはお紅茶しかたしなまないんですって。へえ、お紅茶ね。それも専用の高級茶葉をミルクで煮出したエレガントロイヤルじゃないとダメなんですって。もう、なんでそんな嫌味な言い方するんですか。ただの好みですよ、好み。マグノリアはどっちにするの？コーヒー？紅茶？コーヒー？紅茶？それは一体何？ああ、月にはないんだ。なんて言えばいいんだろう。豆や葉を煎じたものを煮出して味をつけた飲み物で、嗜好品の一つとか。水を飲むのに煮沸を必要とするような地域では必需品だったらしいですよ。太古の時代には不老長寿の薬として王侯貴族に崇められたという記録も。甘いお菓子をより美味しくするお友達、それだけで十分。I don't have a clue what you're talking about. 何を言っているのかさっぱりわからないわ。試しに飲んでみたらいいよ。うん、何なのこの黒い液体は。はあ、香ばしい匂い。ん、何これ、苦いわ。そしてなんか、なんか、なんか目が冴えるっていうか、興奮してくるっていうか。 I go wild! みなぎってくるって感じね。紅茶はどう？マグノリア、ミルクティーだけど。うわ、何その高価そうなティーカップ。小指立ててるし、プブッ。さっきから発言の一つ一つに悪意ありません？イデアさん。どれどれ。ああ、なるほど、ユウが好むのもわかるわ。コーヒーとは違う形の、そう、香ばしいのではなくかぐわしいって感じ。濃厚なミルクがまた温まるわ。素敵。で、どう？マグノリア。でも、私はやっぱりこれかな。え、なになに？水。Bye.
すぐだよ。ここを抜ければ浮遊城に乗り込める。ええ、ここが頑張りどころですよ、皆さん。力を合わせてアニエ様を救い出しましょう。そうはいかねえな。ジャン、仲間を増やしたようだな、ユウ。聖教がありがたがる光の戦士が二人もいるじゃねえか。どうやらお前らは帝国にとって脅威になりつつあるらしい。となるとやっぱここで倒しとかなきゃならねえみてえだな。ユウ、この人は？ああ、彼は俺の元仲間で、今は帝国の…いや、やっぱり信じられないよ。どうしてなんだ、ちゃん。君があんなことをするなんて。言っただろう。ずっと前から決めてたことなんだって。俺は最初から聖教騎士団を潰すつもりだったのさ。そのために騎士団に潜り込んだんだ。今さらお前に何を言われようとそれは変わらねえ。俺は俺の道を行くだけだ。さあ、おしゃべりはここまでだ。そろそろ始めるか。行くぞ、ユウ。
丈夫かちゃん。大丈夫かだと。敵の俺情けをかけて。まったくアマちゃんだな。俺はただ君を心配して。それがアマちゃんだってんだ。そんなんじゃ今に足元すくまれず。リザレクション。そら、こんな風にな。遅かったじゃねえか。やられるとこだったぜ。まあ良いではないですか。間に合ったのですから。ニコライさん、よかった。生きていたんですね。ユー殿、私としては望まぬ再会です。この戦いから手をお引きなさいとあれほど申し上げましたのに。もはや隠し立てする意味はありませんね。ならばはっきり申し上げましょう。私もジャン同様帝国の人間なのですよ。そんな、じゃああれは嘘だったんですか。俺にかけてくれた生き延びろって言葉も。いいえ、あれもまた真実です。私も君と敵対したくはありませんでした。だからあそこで死んだふりまでして君に手を引かせようと思ったのですが、どうやらそれも裏目に出てしまったようですが。ユー殿、大事なことなので二度申し上げます。この戦いから手をお引きなさい。さもなくば他の騎士団の者たち同様あなたたちのことも殺さなければなりません。ニコライのおっさん、もう分かってんだろ。そう言ったところで引くやつじゃねえって。お前もあっけに取られてねえで、とっとと構えろ。グランツ帝国フェンサーのアスタリスク所持者レッカのウルフ、ジャン・アンガルド、同じくビショップのアスタリスク所持者堅牢のバイソン、ニコライ・ニコラ・ニコ。じゃあニコライさん、もうあの頃には三重神は戻れないんだね。何度も言ってんじゃねえか。めめしいわよユー。今は戦いに集中するんだユー。でもユー、今のあなたには私たちがついてるわ。うん、分かったよ。聖教騎士団三重士リーダーユー、改めアニエス様助けたいユー、その名にかけてお前たちを撃つ。
強い。成長しましたね、ユウ殿。さすがにちょっとやべえかな。どうした？とどめを刺せよ、ユウ。ちょ、できないよ。アマちゃんが、ゴンクロウ。
ここまでみてえだ。行くぜ、ニコライのおっさん。私たちと君の道は違ってしまったようですな。君は君の道を行きなさい。これから何度我々とぶつかることになろうと。じゃあな、ユウ、次に会う時まで他のやつにやられるんじゃねえぞ。出会い、それは君の思いを加速させるもの。共に笑い、共に泣き、共に歩いてきた君たちだけど、もう君たちの絆は引き裂かれてしまったのだろうか。でも希望を捨てないで。新たな出会いが新たな物語を生むだろう。君にはそこにいる彼らが新しい光となってくれるはずだから。慣れてきたな。だがこの剣聖カミーズ、何者にも止められ。あれが浮遊長か。ブレイブの仇、待っていろ。そうせかせな、椿。王にもこの船では追いつけまい。ならば、まずは彼女のもとへ急ぐべきだ。イデア、今行くぞ。浮遊城か。ユウ、さっきの二人はあなたの。うん、大切な仲間だった。俺たちは三重士だったんだ。強い絆で結ばれていた。少なくとも俺はそうだと思ってたんだけど。ユウ、皆さんごめんなさい。今回のことは
みんな俺の責任です。アニエス様のことも仲間の裏切りも。ユウ、一人で抱え込まないでくれよ。一番辛いのは君じゃないか。ユウ、誰が敵に回ろうと私はあなたのそばにいるわ。いつだって一緒にいる。私だってそうだよ。私たち同じ目的でつながった仲間なんだから。皆さん、うん、じゃあみんなで皇帝を追うよ。アニエス、浮遊城がどこへ向かってるのかわかるかい？さあ、どこに向かっているのかまでは。アニエスのいる場所から何が見える？何でもいいから教えて。窓から見えるのは見渡す限りの海原というだけで。見渡す限りの海か。あれは、あれは何でしょう？渡り鳥の列でしょうか？ん？どんな鳥かわかる？そうですね、緑色の羽、赤いトサカ、長い尾のようなものが見えます。うん、ナダルムクドリの特徴っぽいかな。すごい、それだけの特徴でわかるなんて、さすがティズさん。あ、あとですね、おそらく東か南、もしくは西に向かっています。さすがアニエス、方向音痴は健在だね。ごめんなさい、でもだんだん暖かくなっている気がしたものですから。あ、なるほどね。ありがとう。また何か分かったら教えて、アニエス。あ、はい。アニエスの情報をまとめると、まず浮遊城はエタルニアの外に出たということ、次にだんだん暖かいところに移動しているということ、ナダルムクドリの特徴っぽい鳥の姿が遠くに見えたということ、この時期ナダルムクドリが見られるのはナダラケス大陸。ナダラケス大陸か。海を渡るには船が必要だね。だったらガテラテオに港があります。そこで船を借りましょう。皆さん、Thank you.